こんにちは、シグナルフラッグツイーです。3D プリンタートロンキシ XY2 プロタイタンを使い始めて1年が経ちました。 XY2 プロの感想を語ってみたいと思います。タイタンとつくのは TPU という柔らかいフィラメントが使える押し出し器がついているモデルです。結論としては初心者にちょうど良いモデルだと思いました。まず価格ですが、2万円ちょっとで購入しました。一時期は2万円を切る価格で売られていました。 3D プリンターの価格としては一番安い部類です。10万円以上するものもありますが、2万円なら使いこなせなくて放置してしまっても後悔はないでしょう。次に大きさ。 XY2 Pro は60センチ四方ほどの場所を取ります。プリントできるモデルは縦横高さ約25センチに収まる範囲。まず十分な大きさです。60センチの奥行きの棚に置けます。これ以上大きいと置き場所を真剣に考えなくてはならないでしょう。そして組み立て。安い 3D プリンターは自分で組み立てなくてはなりません。ネジを一本一本締めて配線も自分でやるものがほとんどです。 XY2 Pro は半完成品なので、ベースと鳥居みたいな Z 軸をネジで固定するだけです。 3D プリンターで何か作りたいと思ったから買ったので、 3D プリンター自体を作りたいわけではありません。 XY2 Pro の良い点はベッド調整が簡単なことです。3D プリンターではベッドのすべての場所でノズルとベッドの隙間が紙1枚入るほどになっていないとフィラメントがベッドにくっつかずプリントできません。この調整がとても難しいのです。 XY2 Pro ではベッドの水平度合いが表になって表示されます。どこがどのくらい高いか、あるいは低いかがわかるので、それに合わせてベッドの高さを調整します。XY2 Pro と似たエンダー3などはこの調整が分かりづらく難しいです。水平が取れたらベッドとノズルの隙間 Z オフセットを調整します。 LCD 画面のタッチ操作で微調整が行えるので簡単です。ちゃんとプリントできるかどうかは 60% くらいこの調整にかかっています。10万円以上する 3D プリンターはここまでの調整がきっちりされていたり、自動調整で何もする必要がなかったりします。それなりに重要で難しい調整ですが、慣れちゃえばなんてことはないです。プリント時の騒音は少なく、ステッピングモーターの音がほぼ聞こえません。静音タイプのモータードライバーが搭載されています。古い 3D プリンターを知っていると静かさに驚きます。こんな音がしてたんですよ。音で何をプリントしているか予想がついて便利な面もありましたが、うるさかったです。モーターの音が静かなせいか、電源ファンの音が耳障りで仕方ありませんでした。サイレンサーをつけると耳障りな成分が激減しました。XY2 Pro の最大の欠点はUSB でのシリアル通信にあります。あ、突然のブラックアウト。シリアルで送るコマンドの順番によってこんなことが起きます。なんとか避けられるのが救いです。プリント中に温度モニターをするとフリーズしたりします。USB 接続でオクトプリントを使っていると、ノズル温度がプラスマイナス5度で振動していることが分かりました。
これは PID パラメータの調整で修正できます。 G コードの M303 コマンドで自動調整が働きます。使い出すと次々と不具合を発見します。 Y 軸ガイドローラーに傷があり、ベッドの位置がずれてしまいます。製品保証とかサポートとか言ってる暇があったら部品を買って交換してしまいましょう。1000円もあれば買えます。一番やばかったのが電源スイッチが焼けたことです。バツンという大きな音がして 3D プリンターが止まりました。電源のコンデンサーの寿命が短い覚悟はしていましたが、まさか電源スイッチが焼けるとは。最悪火事にもなり得ます。電極にメッキがないという中華の安物らしい品質。撮影用に照明をつけたかったのでアドレッサブル LED をつけました。 LED が一列に並び、一つ一つの色を変えられます。ゲーミング 3D プリンターの誕生です。半年も使うとホットエンドのメンテナンスが必要になります。ノズルに開いている穴の径を変えるとプリント速度を上げたり、細かいプリントができるようになるという話を聞いて、ノズルだけ交換する方もいるでしょう。しかしノズルを外した時点で破滅への道を歩むことになります。ホットエンドのこれらの部品は正しく組み合わされていなければなりません。ホットエンドの仕組みは簡単なので少し勉強して分解、清掃、組み立てをしましょう。ホットエンドの仕組みを理解するとオールメタル化で高速プリントできるようになります。安いバイメタルヒートブレイクでも交換すれば 100mm 毎秒を超える速度のプリントがきれいにできるようになります。高速プリントとか調子に乗るとタイミングベルトが切れちゃうのでご注意を。 XY2 Pro は高速でベッドを動かすような作りにはなっていません。温度センサーの位置がノズルの温度を正確に測れそうにないので、ヒートブロックを違うものに交換しました。ファームウェアをマーリンに変えてみました。Z オフセット調整がものすごくやりにくくなるので、今のファームウェアのバックアップを必ず取ってからやりましょう。ですからあまりおすすめしません。リニアアドバンスというプリント品質を向上させる機能が使えます。ただしエクストルーダーのモーターコントローラーに改造が必要です。細いピンへのハンダ付けが必要です。壊しやすいので解説はしません。以上まとめてみます。 XY2 Pro は最初のトラブルさえ乗り切れば安定して使いやすい 3D プリンターだと思います。部品を自分で揃えたら10万円近くかかってしまうかもしれません。それが2万円台の半完成品で手に入るのです。ファームウェアはよく考えられており、Z オフセット調整が簡単にできます。これだけで初心者におすすめできます。部品はオープンソースハードウェアの互換部品が使えます。だんだんとグレードアップすることも可能です。でも元は2万円台のプリンターです。高価なパーツへ変えるぐらいなら一つ上の 3D プリンターを新しく買った方が良いでしょう。このビデオ公開時、2つのフィラメントが使える XY2 Pro 2E が発売されています。エクストルーダーが2つ搭載されていても3万円以下です。でも2つのフィラメントを同時に使うのはすごく難しいのです。まあそれほど高くないのであってもいいですかね。少し作りが良くなった XY3 も出ました。ベッドサイズが 300mm 四方と少し大きくなります。背も高くなりますが、まず使うことはないでしょう。3万円を超えてくるのがちょっと悩みますね。初心者向けとしてはやっぱ安くないと。まあ 3D プリンターよりプリントするモデルをどう作るかを悩んだ方が建設的でしょう。
XY2 Pro の一番の欠点は USB 接続のシリアル通信に癖があり、うまく動かないことが多い点です。これに我慢ならず周りにファームウェアへ入れ替えてしまいました。コントローラーボードは良いものが使われていて入れ替えは簡単でした。メモリーに余裕があります。1年間正月以外は週1でビデオを上げてきましたが、1週間ではできることが限られるので今後は不定期になるかもしれません。短いのをすぐ上げるのもありですね。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録、評価ボタンのクリックをお願いします。